ハロー、カレスファミリーのリカです。この週末はジョー君の誕生日の週末ということで、ジョー君のリクエストに応えてデンバーにある水族館にやってきました。大好きないとことグランマグランパも一緒なので大喜びのジョー君です。9ヶ月違いのいとこと一緒に手をつないで水族館を回る姿がとっても可愛かったです。それでは皆さんも私たちと一緒に水族館を回るつもりでデンバー水族館をぜひ楽しんでください。さて、いよいよパーティーの準備をしていきたいと思います。パーティーにはグランマグランパ、そして義理の弟家族が来る予定なので、みんなの分の料理を準備していきます。ジョー君のリクエストでピザが食べたいということだったので、ピザは焼くだけなのでとっても簡単で良かったです。それに加えてミートボールを作っていきたいと思います。クロックポットを使って長時間かけて煮込んでいくだけなのでとっても簡単にできます。あとはちょっとしたおつまみとケーキも準備をしていきたいと思います。ミートボールのソースはどんなソースがいいかカエルのお母さんに相談をしたら、バーベキューソースとグレープジェリーを混ぜたものが美味しいよと教えてくれたので、今日はそれを作ってみたいと思います。ケーキもどんなものがいいかジョー君に確認をすると、いちごのケーキが食べたいということだったので前日からムースを仕込んでおきました。最後にトッピングをして完成です。最近ジョー君はポケモンが結構好きなので、ポケモンのバルーンで飾り付けをしていきたいと思います。パーティーが始まる1時間半前にささっと掃除機がけとモップがけをしてしまいます。パーティーのスタートです。グランマが作ってくれたピカチュウのカップケーキがとっても可愛いです。皆さんのおかげでこうしてジョー君が5歳の誕生日を迎えられたことに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからもカエルズファミリーの応援をどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。 See you next time. Bye.